この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。私スミスと申します。あるお方の使いで参りました。あるお方？スミス知らないラブ。誰スミスですか？ガーネット様ですね。そうですけど。これを。お？んー、さよなら、ジュエルペットカフェ。この手紙何？あるお方からことづかって参りました。ガーネット様にお渡しするようにと。一番高貴で一番美しいジュエルペットと伺っておりましたので、すぐにあなただと分かりました。まあ一体何かしら。ああ、なに？優秀なる店長ガーネット様へ、新たにオープンする我々のカフェにて店長になっていただきたく存じます。これってもしかして？そうです、これはヘッドハンティングならぬペットハンティングです。ペットハンティングって何？優秀な人をスカウトすることよ。そうなんだ。ねえルビーは、働き者のウサギはどうですか？あいにくドジで魔法ベタなウサギは間に合っております。そっか、残念。ドサクサに紛れてバカにされたことに気づいてないパカ。知らぬが仏と言うです。ねえ、ここに書いてある新しいカフェってどこにあるの？こちらを。うちの真正面。昨日まであんなカフェなかったのに。タケノコみたいに生えたんだ。ライバル店ラブ。無駄に大きいパカ。意地悪くさいです。ガーネット様、ゆっくりお考えになってお返事ください。では私はこれで。この私にペットハンティング。すげえ、長時間で待つんだもの。カーゴカーゴ。誰も来ないね、お客さん。だってみんな向こうのカフェに行っちゃうんだもん。真向かいにライバル店ができるなんて。ジュエリーナ理事長に事情を聞いてみてはいかがですか？ジュエリーナ様、先週からジュゲムランドに出張でお留守なの。あら皆さん、ごきげんよう。ガーネット、そのバラ、さっきからひっきりなしに貢ぎ物が届いちゃって。花束も山盛りなのよ、山盛り。わあ、背負う必要なくない？まあ生ける花瓶がなくなっちゃったのよね。またガーネットあてパカ。運ぶの疲れたラブ。どうせならまとめてほしいのさ。ほう、どれどれ。この貢ぎ物の数だけ、あるお方が私の腕前を買ってくれてるってことなのよ。
ギャランティーも破格の提示なのよね。お店の全権委任に売り上げに応じたまたたびの支給、ガーネット様専属秘書の設置に、業務終了後には毎晩エステとマッサージ。わかりやすくもので釣っていますわね。人聞きの悪いこと言わないで、誠意よ誠意。それじゃあガーネット、あっちのお店に行っちゃうの？行かないよな。そうね、チラチラ。どうしよっかな、こんなに望まれちゃってるわけだし、有り余る私の能力が認められちゃってるわけだから。あー、できる女は辛いわ。なあ、向かいのカフェ大行列になってるぜ。 あ、ごめんガーネット。でさ、あのカフェ何？いきなり出現したんですよ。おかげでジュエルペットカフェはこの通り、カンコドリが。カゴーカゴー、まずいだろう。なんか対策考えないとさ。カゴー、平先輩のおっしゃる通りですわね。先手を打ちます。表に出てジュエルペットカフェの長所を広くアピールしましょう。ふんふん、そうだな。ルビーも頑張る。アピールラブ。はいです。巻き返すパカ。そうよ、営業努力よね、ガーネット店長。わかったわかった、やるわよ。あ、でもちょっと待ってて。貢ぎ物独り占めラブ、一つ残らず持っていったです。上心あれば水心パカ。なんか難しい言葉言ってるラブ。むにゃむにゃパカ。いくよ、ジュエルペットゴーゴー。ジェフィー、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 ジェフィー。おい、あれ、ジェフィー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 。いい感じ。うんうん、いけますわ。なんで負けるかな。俺はこっちの方がいいと思うぜ。はあ、割引作戦に切り替えましょう。 OK。 じゃあジュエルペットカフェ割引フェア開催中です。スタンプ貯めると2割引きだよ。お安くなるラブ。へえ、2割引きになるんだな。お得パカ。カフェプロフェッショナルオープン記念、全品半額。半額半額半額にはかなわないよな。敵ながらあっぱれですわ。俺はスタンプカードを貯めるぜ。私たちの本領を見せましょう。見せつけてやるが良いです。ハッピーハピネス、ルビー、サフィー、ラブラ、ガーネット、ケンセラ、ロブ、ジュエル。ですわ。お、俺はこっちの方が。まいったな。何やっても勝てなかったよ。相手が一枚上手だったみたい。うんまい。ジュエルペットカフェのメニューは本当にうまいな。お気遣い恐縮です。タイラ君だけじゃダメラブ。やってんしに水パッパ。まだラブ、難しい子です。ガーネット、え、どうしたんだ、ぼーっとしちゃって。おう、うん、ガーネット店長、高貴なガーネット様の魅力であんなカフェ一本背負いで巴投げしちゃってよ。あいた、ちょっと外の空気吸ってくる。おう、行っちゃった。あ、ガーネット、お、カフェプロフェッショナル、まさにプロの経営手腕だわ。ペットハンティングされていい気になっていたけれど、このままじゃジュエルペットカフェが潰されちゃう。あ、おじさん、おばさん。こんなところでどうしたの？いつもなら市場に行っている時間じゃ。お客さんが来ないからね、食材を仕入れても無駄になるでしょう。私らは失業かな。ずっとジュエル学園で料理ができると思っていたのにね。探しましたよ、ガーネット様。何の用？
貢ぎ物なら全部新品未開封のまま送り返したはずだけど。受け取っていただいて構わないのに、ガーネット様は律儀なお方ですね。別に。ガーネット様、あのお方からの申し出を考え直してみませんか。私、ジュエルペットカフェの店長を辞める。どうしたのガーネット。決まってるじゃない、ペットハンティングを受けることにしたのよ。カフェプロフェッショナルの店長になるの。ガーネット、どういうこと。だからこんなに優秀なガーネット様が落ち目のカフェにいるなんてもったいなさすぎるでしょ。豚に真珠、犬にロンゴ、私以外の猫に小判よ。落ち目のカフェ、ひどいラブ。あんまりな言い草です。ちょっと待って、犬にだってロンゴは読めるわよ。そういう問題じゃないパカ。ガーネット、なんでずっと店長で頑張ってきたのに。本当の自分の能力を活かせる場所に行くだけのことよ。ガーネットがいなくなっちゃうなんて、なんだか想像できないな。確かにガーネットは優秀ですから、どこへ行っても成功すると思いますが。もう決めたんだからね。止めたって無駄なんだから。分かったわ、止めたりしない。サフィー、止めないパカ。止めなきゃダメラブ。やだ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 。ルビーの言う通り、ガーネットは今まで店長として頑張ってきてくれたわ。私たちのわがままでこのお店に縛り付けちゃいけないと思うの。パカ、ラブ。でも笑って送り出してあげるのが本当の友達じゃないかしら。ガーネットの決意を尊重するのが良いです。難しく使ってるラブ。パカ。わかったよ。笑って見送るよ。ほらみんな、パッと盛大にガーネット送り出してあげようよ。うん、送別会を開きましょう。そうね、ガーネットのために。ガーネットのために。ルビー、うん、ガーネットのために。ガーネット、早く。チアリー、それ取って。了解。大丈夫か。うん、できたわ。わーい、オッケーです。それ買い出しパカリクラブ。はーい。わーい、忙しい。リサイクル、私も何か。ガーネットは主役なんだから。やあガーネット。おじさん、おばさん。ガーネット、向こうのカフェに移るんだって。向こうでも頑張ってね。無理しないようにね。ねえガーネット、このお花も。いてててお。またか、チアリ大丈夫か。今日は特に転びますわね。あ、うん。ねえガーネット。な、何。もしかして行きたくないんじゃないの。そんなわけないじゃない。今からカフェプロフェッショナルで働くのが楽しみで楽しみで、あー、行きたくてたまらない。絶対おかしいよ。ガーネットの様子変でしたわね。このペットハンティング、何か匂うな。パズルの皮。まさか。いたた。大丈夫かチアリー。全ての守備は万全です。あの条件を出したらガーネットもペットハンティングを受けざるを得ないと悟ったようです。ガーネットがこちらに来ればカフェプロフェッショナルの場所を移動すると言いました。彼女は勝手に遠くに移動すると思い込んでいるようですが、まあ3センチほど動かしておけば問題ないでしょう。インチキだね。ガーネットに知らせましょう。あいつら本当にひょうものだな。ごめんね、ネネとルルカまで巻き込んじゃって。二人とも怪我はありませんか。それは大丈夫だけど、これ自力で上がるのは無理そうだな。
どこ行っちゃったのかな。ガーネットへのプレゼントを用意しているのではないでしょうか。あ、そっか。とりあえず先に始めましょうか。それではガーネットの新たな出発を祝って乾杯。乾杯。あ、そうだ。ねえねえガーネット、これあげる。ルビーが集めてたキャラメルのおまけだよ。レアの金色のクラゲとレインボークラゲも入ってるんだから。でもルビーの宝物じゃ。いいのいいの、持ってきてよルビー。ガーネット、私からはこれ。私が作った目覚まし時計よ。3秒で起きないと触手が出てきて思いっきり鼻をつまむの。店長が寝坊で遅刻しちゃいけないものね。ソフィー、私たちからはこれです。みんなのマスコットラブ。一生懸命作ったパカ。ありがとうみんな。あれ、ガーネット感激しちゃってる。バカなこと言わないで。すぐ近くにいるんだもん、いつでも会えるよね。私たちもガーネットのカフェに負けないように頑張るわ。現時点で負けまくりパカ。巻き返すラブ、リベンジ良いです。まあガーネット様はもっともっとビッグになるんだから。世界に羽ばたくガーネット様なのよ。ガーネットお疲れ様。お疲れ様。ありがとうおじさんおばさん。いないだけで随分雰囲気が変わるものね。みんなこれ見るラブ。大変パカ。ん？何それ。キッチンを掃除してたら出てきたラブ。ガーネットのノートパカ。ガーネットの、あ、経営の秘訣その28、混雑時には奥のテーブルからお客様をご案内すること。経営の秘訣その53、お冷やの氷は3個がベスト。ガーネットこんなに細かく経営の秘訣をまとめていたです。いわゆる虎の巻パカ。ガーネット、ジアリー、ガーネット行っちゃったよ。このペットハンティング裏があったの。裏？あいつらが卑怯な作戦でガーネットを引き抜いたんだ。ガーネット、あ、何しに来たの。止めても無駄よ。私はジュエルペットカフェに未練なんか。ガーネットは返してもらいます。え、ちょっとお邪魔しました。失礼します。みんな一体どうしたのよ。ガーネットのトラの巻見たラブ。バカ。うん、ジュエルペットカフェを愛していなければ経営の秘訣をまとめたりできないはずよ。ソフィー。困りましたね、うちの店長そんな風に引き止められては。ガーネット騙されちゃダメだ。カフェの場所を移すなんて嘘だったんだよ。3センチだけ隣に移動させてお茶を濁すつもりだったのです。あ、それ本当なの。いや、ガーネット戻ってきて。ジュエルペットカフェの店長はガーネットだけパカ。カモン、は渡しません。では好きにするがいい。いずれにしても我々の勢いは止まらない。このままジュエルペットカフェが潰れるのを黙って見ているんだな。ただいま、ジュエル学園に帰ってきたよ。何この建物。ジュエリーナ様お帰りなさい。私の許可なくこんなの建てちゃダメ。見つけてやる、あのお方に。あ、雑魚キャラね。みんな、私おかえりガーネット。やっぱりジュエルペットカフェの店長はガーネットじゃなきゃね。そうラブ、パッカー戻ってくるが良いです。これからもよろしくねガーネット。よかったねガーネット。
うんうん、ガーネットがいてこそのジュエルペットカフェですわ。みんな、私の力でもっともっとジュエルペットカフェを繁盛させるわ。ジジジジ、行くぞ。1、2、3。おっ、ちょ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 、何なの、サフィの発明品は。みんなに届け、ハッピーです。みんな、私を罵ってちょうだい。パパ、高貴で美しすぎるガーネット様。意味がわからない、パパ。ほら、お店が危うく潰されそうになったのって私のせいじゃない。私が高貴で美しく優秀なばかりに。コタクを並べる暇がないほどピンチかぶりよりパカ。え、どういうこと。次回ジュエルペットハッピネス、ジュエル学園なくなっちゃおう。黒幕はあなただったのね。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。